旧秋田藩主佐竹氏別邸の日本庭園旧秋田藩主佐竹氏別邸は、秋田県秋田市朝日川南町に所在する、久保田藩主佐竹氏の別お及びその庭園。付属茶屋を含む。通称、女子邸の名は、本来一棟の建物を指す名称であったが、今では建物をめぐる庭園を指す名称として、用いられている。かつては、東見殿とも称された。 2017年に復元された女子帝のもや、佐竹氏の居城であった、久保田城の北、約1キロメートルに位置する。藩主の大島小助が三代藩主、佐竹義所とより貸しされた土地に建てた別荘を起源とし、当初は徳月帝と称された。五代義宝の第二藩主が有料する際の休憩所として用いられたため、藩に献上され、庭園や建物が整備された。 九大際の時代にほぼ現在の姿へ庭園が整備され、藩士の中通白に園内15軒を選ばせた上でなお、女子帝と改めた。この頃から、久保田藩の迎賓館のような役割を果たすとともに、文人仏閣たちの良き交友の場として利用された。帝前の巨石は、高野石、また、池の中に配置された雪見道路は250年ほど前のもので、 東北地方における演州流庭園の名園とされる。廃藩地県により佐竹氏が東京へ転居した際、庭園は藩市の名場市へ譲渡された。以降は民間所有となったが、1947年に所有権を得た丸、柳井市から2010年3月29日に秋田市へ無償譲渡された。1952年11月1日に県の史跡、 2007年2月6日には国の名称に指定されている。周辺はかつては閑静な田園地帯だったが、今日では住宅が密集する市街地となっている。ありがとうございます。